皆さんこんにちは、ナナです。本日は前回の川名ホテルゴルフコース富士コースに続き大島コースのラウンド動画になります。富士コースとの違いや特徴についてお伝えできればと思いますので、最後までご視聴していただけると嬉しいです。はい、じゃあすぐ隣の7番パー4 282ヤード、短めのミドルホールで、ニックネームは大谷ズスマイル。これはあのコースの設計者が大谷さんっていう方で、まあ、そう、大谷さんがこのホールでラウンドした時に笑ったとなるほど、はい、ハニー声ですね。で、一応ここもあの狙いどこの旗はあるので、そこが少し左目狙いでもいいのかなと思います。ちょっと左目でしたね。でも次は狙いやすそうです。そうですね、狙いはそうなので大丈夫だと思います。今話題の大谷さんではなく、そうです、の大谷さんですねだってこれ大島コース、実はあの大島コースの方が富士コースよりも先に作られてるんですよ。作られたの1928年ですかね。わあ、翔平はいないです。そうですね、もう生まれてもないっていうほどよりももっと前ですもんね、はい、かなり歴史のあるコースですね、やっぱり、はい、そうなんですよ。で、前の富士コースの時もキャリーさんが教えてくれたと思うんですけど、火山、溶岩ですね。そう、溶岩が流れて、そう、溶岩が流れてきて、そう、ゴツゴツした、まあ、地形で、当初はゴルフ場を作る予定じゃなかったんですよ。確か乗馬とか、あ、なるほど、 そっちの方の、まあ、施設にしようと思ってたんですけど、まあ、馬の足に良くない、あ、そうですね、傾斜がありすぎて、ういう、はい、背景があったみたいで、うん、地形を生かしてゴルフ場がいいんじゃないかみたいな形で大島コースが、あ、なるほど、そうなんですね、はい、まあ、結構こう全部のゴルフ場にやっぱ結構歴史があるかなと思って、そうですね、まあ、この動画を通して、まあ、今後もいろいろなゴルフ場の、まあ、歴史とか、はい、景色とか、はい、そうですね、ナナズスマイルとか時には見せられれば、はい、いいかな、大谷ズスマイルとそうですね、ナナズスマイルで頑張ります、はい、でここはピンまで67ヤードなので56度で打っていきます。ちょっと今日はピン近いので手前からで行くようなイメージで、ちょっと手前から行き過ぎちゃいましたね。ギリギリから乗ったか乗んないかぐらいだと思います。ティーショットは左で正解でしたね。なんかそうですね、それも真ん中でもピンの位置によってはもしかしたら見えなかったかも。そうですね、ちょっと右にも傾斜してるのでやっぱり左目狙ってよかったかなと思います、ね、カートより左でも全然 OK みたいな、うん、全然チェックはないので大丈夫です。ちょっとカラーなんですけどパターで打ってきます。少し下りでスライスになってますね。ナイスバーディーですすごい、鳥肌立った。いや、アプローチと悩んだんですけど、ちょっと下りがしっかり入っているのでアプローチよりパターの方が、まあ、成功率は高いかなと思いました。良かったです、パターにしてやったー、嬉しい。このラフとかは、はい、まあ、グリーンとかは富士コースとやっぱ一緒もう感じ、富士コースの方がちょっと
グリ周りとかはしっかりしてる感じが、ちょっと伸びてる感じというか、こっちの方が割とヘッドの抜けとかはいいんじゃないかなと思いますね。ちょっとグリ周りも長さは向こうの方が長いところはところどころあるかなっていう感じでしたね。あの先ほど設計者の大谷さんの話がちょっとしたかと思うんですけど、はい、大谷光明さんといいまして、 JGA 日本ゴルフ協会の創設者の一人でもあるんですよ。そうなんですね。だからやっぱ当時そのゴルフをこうなんだろう、こうどんどんこう開拓していった人の、そうですね、うん、一人で、まあ本当そういう組織からこういうゴルフ場まで、そうなんですね。かなり偉大なお方でしたね、うん、戦略性が、うん、そうですね、そう短いながらも少しこう考えさせられる場面が、そうですね、ちゃんとマネジメントしないとドライバーじゃなくてもいいところもあると思いますし、うん、そうキャリーさんがいればねここですって言ってくれるけど、うん、ちょっといないと結構こう考え、ね、短いながらも、そうでも短いからそこまでこうヘトヘトになっちゃうってこともないから、はい、綺麗なところで、まあ、少しこうリゾート感を味わって、まあ、カジュアルに楽しむにはすごいいいコースじゃないか、うん、はい、まあ、富士コースとはやっぱまたちょっと違った、うん、全然印象違います、ね、うん、イメージ、うん、8番パー5です。464ヤード、まあ、そこそこしっかりコース全体の中では距離があるホールです。ニックネームはオチュード周り、すごい打ち上げなんですけど、あの打ち上げ高いところ大変だなって人は迂回していってくださいっていう意味を込められてます。なるほど、そうですね、ここはもうブラインドでセカンド以降は全く見えない形になってますね。でちょうど旗があるのはかなり開けたところなので、とりあえずファーストショットはそっちに狙っていけば安全にセカンドサードは狙っていけるかなっていう感じになってます。私も旗のちょうど赤い旗ですねを狙っていきたいと思います。うん、狙い目通りで行ってくれたんじゃないかと思います。セカンド以降見えないとかなり不安な感じにはなりますね。しっかり丘を越えてフェアウェイの中ですね、はい、やっぱりティーショットかなり高さが必要な感じになってくるので、それがやっぱり気になるなっていう方はあの真ん中の松の木のまあ、ティーショット側から見ると右側ですね、そっちを狙っていった方がかなり安全にはなってるかなと思います。距離出る人は松の左を狙っていけばちょうどいいエリアに落ちてくれますね。じゃあここはもうあとは比較的まっすぐ目なので、ピンちょっと右ぐらいを狙って5番ウッドで打っていきます。奥かな、手前、手前から乗ってどこで止まってるかっていうぐらいにはなってると思いますね。距離出る方はここは全然ツーオンできるかなと思います。ティーショット次第で全然狙い方が変わるホールになってくれますね。名物松の木って書いてありました。少し下りでフックラインですね、カップ1個半右を狙って打っていきます。バディです。さすがです。ありがとうございます。ここはやっぱりティーショットをあの左側狙っていけば全然セカンドを狙える距離なので、イーグルも全然いけるホールだと思います。
ここは右はちょっと危ないですね。なので左目を狙った方が良かったかもしれないです。アウト最終ホール9番ですね。パー4、408ヤード。ここは左ドッグレッグになってます。ニックネームは東海道。左右にあの松林があって、まあ本当東海道を行くようなロケーションからそういう名前が付けられたと言われております。ここは左ドッグレッグですね。ちょうどグリーンが左の林で見えなくはなってます。で、一応旗狙い目あるんですけど、そこまっすぐ行くと飛距離出る方だと突き抜けちゃう可能性あるので、バンカーとの間ぐらいを狙っていくのが一番いいのかなと思います。私も今日はそこを狙いで打っていきます。あとここだったら全体の距離も考えて刻んでもいいのかなとも思いますね。ショ、ありがとうございます。ですね、今でちょうどピンより少し左になってますね。やっぱりピンより右に行っていくとセカンドも長くなるので、バンカーとの間ぐらいが狙い目で一番いいのかなと思います。じゃあピンまで150ヤードなので7番アイアンで打っていきます。ちょっと左巻いちゃいましたね。最後バーディーで上がれるように頑張りたいと思います。下りスライスですね。カップの先もちょっと速くなってる感じなので、カップ2個ぐらい左でちょっとしっかりめに読んで打っていきます。ありがとうございます。 LINE には載ってたんですけどちょっと足りなかったですね。高台でも下りはしっかり転がりは良くなってるので、下りはあんまりしっかりめにっていう意識はなくてもいいのかなっていう感じはあります。はい、奈々ちゃん前半お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。スコアは2アンダーの33ですね。ここパー35なので33になります。で、距離はかなり短いんですけど、かなりドッグレッグだったりとかブラインドとかはやっぱり多いので、狙い目がかなり大事になってくるかなと思います。今日は結構もうドライバーを使って打っていたんですけど、もう飛距離とかあと狙い目によっては全然ウッドだったりユーティリティだったり、まあ、アイアンでもいいぐらいにはなってくるので、かなりマネジメントを大事にしていった方がいいのかなと思います。後半もそういうふうに距離も短くてマネジメント大事になってきそうなので、もう少しバーディーをしっかり取れるような位置に持っていければいいかなと思います。まあ、あの途中でもお話ししたけど、まあ、距離短いながらもいろいろ戦略性のあるコースっていうような感じですね。ありがとうございます。はい、大島コースはあのスループレーになってて、ただまあ売店でちょっとまあ軽食が取れるんで、まあ、軽食取ってから後半行きたいと思います。はい、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。後半もお願いします。